いします。すごく楽しかったです。いろんな国の選手の人たちとたくさんの交流をすることができて、普段日本にいてはできないような経験がたくさんできました。同じ職種で世界の高いレベルで技能を競うことができることが一番の魅力かなと感じます。競技中は同じ世界一を争うライバルとして切磋琢磨して競技をしているんですけど、それ以外の競技ではない部分ではお互いのミスを慰め合ったりとか、うまくいったところは褒め合ったりとか、そういうライバルというのを超えて友達のような感じで交流できることがすごく印象に残ってます。競技最終日にモールドトライという競技があって、プラスチックの製品を10個連続で出すという競技なんですけど、1つしか出すことができずに金メダルに届かないなって感じてすごく辛かったです。韓国では8職種が開催されたんですけど、全職種一つの会場に集まって競技が行われていて、とても広い会場で競技ができたことが驚いています。アジア圏の選手が多くて、お互いに英語がつたない状態ではあったんですけど、そのお互いの国の言葉を調べたりとか、つたない英語で会話したりとか、たくさん交流ができました。同年代の人たちが全員経験できるわけではないような貴重な経験をさせていただいて、また普通に仕事をしている上では関わらないような他の企業の選手だったり海外の選手だったり、そういったたくさんの出会いがあったことがすごく良かったと思います。他の国では国際大会に向けた訓練を6年やっていたりとか、1日のほとんどの時間をずっと訓練に費やしているとか、そういったかけている思いというか、人生をかけて挑んでいる人たちがたくさんいるなっていうことを知りました。僕の結果は銀メダルという結果に終わってしまいましたが、今後は国際大会で金メダルを取ってきてもらえるように、後輩へのいろんな技能だったり精神面だったりの伝承をしていきたいなと思います。辛い訓練を乗り越えた先に自分が思っているような結果が出ないことがあるかもしれません。それでもそれ以上にその自分が積み重ねてきた訓練の日々はすごくかけがえのない時間だと思うので、どんな結果でも後悔を残さないように頑張って訓練を励んでください。